皆さん、こんにちは。2022年も、いよいよですね、年が押し迫ってきましたけど、冬に撮りたい美しい佐多峠と富士山、こういうテーマで今日はちょっとお話をしてみたいと思っております。まあ、こんな写真ですね。画面の通りの写真が撮れるということですね。ぜひ、冬休みに静岡に、静岡市に来ていただいて、気持ちのいい撮影をしてください。予報的には、お正月の大晦日までは確実に 晴れる、元日まで晴れるという予報をいただいてますので、いい写真が撮れるんじゃないかなと思います。富士山の雪も綺麗です。で、佐多峠っていうのは非常に有名な場所で、かつては幕府ができた後に、足利尊氏と弟の忠義が、戦をした場所っていうことで有名なんですけども、この佐多峠ですね、今、2017年の12月23日に撮った過去の写真がこちらに出てますけど、まあ、この写真、まあ、縦位置で撮る方もいらっしゃるんですけど、こういう写真が有名じゃないかなと思います。で、ところがですね、最近私、この写真、この記録を見ていただいてもわかるように、今2022年ですから、5年間ぐらいこの構図で撮ってないんですよ。で、なんでこの構図を静岡の私が撮らないのかっていうと、まあ一つはですね、こちらに書きましたように、展望台がマナーの悪い方のせいで利用禁止になったりしています。ロープ貼られちゃってね、入れなくて。まあ別に私は困らないんだけど、やっぱせっかくね、東京とか大阪から来てくださった方が撮れないと残念じゃないですか。それと有名になりすぎて、撮れる構図の場所に、もう5、6人並ぶともう撮れないんですよ。で、展望台上がる人がね、展望台上がれなかったりとか、あるいは無理やり下に降りる人もいたりとか。で、危険なんですね。崖地帯なんで。なんで、こういう問題があるということと、この写真見てもらうとわかりますが、左下ですね。手前の木が成長しすぎてですね、かつてはですね、このカーブの最後の最後まで 光の航跡、車の航跡がですね、撮影できたんですよ。右が高速道路かな。左がですね、国道1号線、富士由比バイパスってやつなんだけど、これ綺麗に撮れなくなっちゃったんですね。それと、もう一つは人気が出て、駐車場が狭くて、マックス10台ぐらいしか入れないから、駐車場待ちが出るようになっちゃって、私は行かなくなりました。で、皆さんも気持ちよく撮るためにどうしたらいいかっていうことで、ちょっと考えていきたいと思うんですが、そこで私はですね、この展望台での撮影をやめてですね、別の場所で佐多峠の写真を撮るようにします。それが表題の写真なんですよ。で、それがこの構図でして、先ほどの佐多峠の写真よりも、もう少し数十メートル、あるいは100メートルぐらい高い構図で撮ってます。で、面白いでしょ？で、真ん中に一本、一の字みたいなやつがスーッと通ってます。これが由比漁港から出てくるですね、漁船のライトなんですよ。それが、駿河湾の中にこう浮かんでいたりとか、右隅に富士市の工場夜景が綺麗に映ったりとかっていうことで、割と伸び伸びと、場所的にも伸び伸びだし、写真的にも伸び伸びと撮れるという点が非常に大きなポイントです。で、もう一回ですね、先ほどの写真と比べてみようということで、左が一番有名な写真ですよ。この構図有名ですよ。で、ただ木が邪魔で、あと富士山がね、左に偏るんですよ。だから縦位置で撮る人が多くなってるんじゃないかなと思うんですけど、そうすると工場夜景が入らないんだよね。せっかくのね。で、あと、左の山が、迫ってて、すごく窮屈ですよ、ということと、標高が約低いので、前の山と富士山が若干被る、特に雪が被ってるところが被るんですよね。それがちょっと前々から気になっていました。で、新しい撮影場所は、邪魔な木立がないんですよ。
それと、富士山がバランスよく左側、上部に配置できるということと、右、あの、この駿河湾のカーブがすごい綺麗ですよね。この湾曲した感じが。で、そして、漁船の航跡も入れることができるし、長時間旅行すれば。あと、標高が少し高いので、富士市の工業夜景も、うまく入るし、あと、高い位置から見下ろすような感じで撮れるから、すごくいいんじゃないかなって思っています。で、もしこの構図に興味があって、行かれる方は次の点に、を守ってほしいんですよ。それが、行き違いが困難な農道なので、譲り合いの精神で、対比域があるから、もしね、交互通行になってしまった場合にですね、もう行き違えないので、対比域までバックしなきゃいけないから、なんで、崖だもんですからね。下手にバックすると落ちたりしますから、対比域がある側が下がってあげるっていう譲り合いの精神を発揮してほしいんですよ。で、あと、昼間下見に入りたくても入れないんですね、これ。なぜ入れないのかっていうと、崖崩れの工事中なんですよ。佐多峠ってもともとね、江戸時代まで崖地帯だったんで、ああいう国道とか透明とかないじゃないですか。だから崖のところを伝ってこうやって歩いてたんで、崖地帯ですから安全を確保したいですね。それと、地元の人しか基本的に入らない場所なので、もう来てる人はもう本当に通の人。富士山撮影のこう結構通な人が来てるので、まあ、マナーを守って撮影して仲良く撮影してほしいんですよ。だからヘッドライトの明かりなんかとか、車の明かりなんかで長時間録音の撮影の邪魔をしないこと、っていうことですね。で、じゃあどう行くのかっていう話なんです。で、もうそもそも、佐多峠来たことないよっていう人で、行きたいよって興味を持ってる人は、二つの方向から来るルートが考えられるんですよ。一つが、上の方から矢印が降りてると思うんだけど、ルート1で、これが東名の富士河原座のインターチェンジから降りてきて、国道1号線の由比バイパスですね。この黄色い道路ですね。光の航跡の大元っていうのかな。この、国道1号線の富士由比バイパスを通って、途中から東海道に、旧東海道に入ってね、佐多峠に至るっていう道です。で、もう一個が、新東名の、もう新東名清水インターチェンジ、新清水インターチェンジからですね、52号線を降りてくるんですよ。で、八木間のですね、信号がありまして、それを左折して橋を渡って、興津川ですね、興津川を渡って、この東名の国道の速道ですね。東名の速道をですね、東へ進むというコースです。で、昔は私ルート1を通ってたんですけど、ルート2の方が、なだらかなんですね。なだらか。で、それと途中まで、道が広いんですよ。だから道が狭い区間がすごく短い。なので、個人的にはルート2を取った方が安全と思います。で、まずは、ナビは、佐多峠のですね、駐車場前までナビを入れたらいいんじゃないかなと思います。で、問題はですね、そっからですよ。その新しい撮影スポットとの位置関係ですね、佐多峠との位置関係を示したのがこの図なんですけど、先ほど言ったように国道1号からと国道52号から来るものが交差する交差点があるんですね。まあ交差点っていうのも農道ですけど。で、これをですね、例えば清水側から来た場合は右折すると佐多峠の駐車場に入れるんですよ。で、佐多峠の駐車場に車を置いて、ここから歩けば展望台5、3分ぐらいで展望台かな。で、富士山を撮影するっていうことになるんだけど、新しい撮影スポットは、清水側から来た場合は、ここで右にの駐車場に入らないで、左のですね、農道、これかなり急坂なんだけど、急坂がガーって登るわけね。で、逆に国道1号からいらっしゃった方は、右折、すごい右折になる、超右折になるんですけど、クランクに近くなりますけど、坂を登ってます。
旧坂でこんなとこでいいのかっていう思っちゃうけど、行くだけの価値はあると思います。で、次ですね。先ほどの分岐点からさらに、進んだとこですけど、もう一回言うと、幸田峠のこの駐車場っていうのはこの赤丸で囲ってあるとこで、この交差してる、この交差点のところをどん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 ですね、北東方向に、農道を登っていきます。もうこれ行き違いませんので、で、これがですね、最後のと、どんつきのところで、U ターンする形で折り返しになってるんですよ。倉沢ってとこなんですけど、ね、由比の倉沢ってとこで、折り返しになってて、盲腸みたくなってるわけ。で、この、盲腸になってるとこが撮影場所。ただ、さっきも言ったように撮影場所に駐車するときに十分その駐車禁止場所に止めないということがまず大切なので、それを守ってほしいんですよ。それと農家の人が仮にですよ、早朝に来たときに、あいつが変なとこ止めたんで、みかんの収穫に行けないとかってないようにしてほしいです。で、注意事項を再度書いておきますが、農道なので、アルファードとかベルファイアとか、ハイエースとかで来るのやめてほしいんですよ。で、以前も、別の山であったんだけど、名古屋から来た若い衆、若い人たちですね。アルファードで来てですね、それもど真ん中で走ってるわけ、農道を。やめてほしいですね。で、これをやられちゃうと喧嘩になりますね。で、だから譲り合いの精神を、ということです。で、それとですね、よく多いのがタバコのトラブルですね。タバコのポイ捨てはやめてほしいです。で、なぜかというと、この近くの吉原って場所があって、ここが雲海の富士山と茶畑が取れるいい場所なんですよ。ところが、ほとんど何箇所も出入り禁止になってるわけね。で、理由はっていうと、酒瓶が投げられてたとか、まあ、泊まりできて、一杯やって。それとか、タバコをポイ捨てるとか、ですね。こういうことしちゃうと、取れる場所が全然なくなっちゃうので、ぜひやめていただきたい。それと、崖地帯だから、しつこいけど、暗い中で取りに行くじゃないですか、夜景を取りに。だから、運転には十分注意してほしいんですよ。で、退避壁のある人がとにかく譲ってあげてほしいんですよ。まあ、そういうことで、まあ、本当に皆さんの良識に委ねるという形になります。で、3番ですけど、長時間露光をする人が多いので、30秒とか50秒とか、1分とか2分とかで露出してるんで、この間もそうだったのに、子供がいる車が来ててね、車内灯を消さないんですよ。で、そうすると、まあ私、だからそこから離れて撮影してたんですけど、もし混み合ってるとね、それがどうしても気になるっていうケースがありますので、ぜひぜひですね、撮影するときにはね、気持ちのいい形で撮影したいと思いますので、ぜひですね、皆さんのご協力いただければと思います。この後にですね、タイムラプスの方をちょっとお届けしたいと思いますので、このような画像が撮れるよっていうことでご覧ください。よろしくお願いします。
おはようございます。午前6時半です。今、富士山のですね、夜景の撮影に、佐多峠というところまで来ていますけども、一般的に知られている佐多峠の展望台とは少し違う場所に来ています。ここは、見晴らしがすごくいいんですね。で、通常の佐多峠ですと、クロスする国道1号線と東名がクロスする道路になるんですが、こちらは平行して走って、カーブを描くと、駿河湾の一望できるというですね、高台にいます。もうすぐですね、伊豆方面から日の出が出てくると思いますので、